ーの、新入生のみんな、はーい、お邪魔します。失礼します。ちょわはい、それでは順番に自己紹介をお願いします。まずは、はい、明日の空のこと好き好きクラブの皆さん、はじめまして、勝町かすず役の葉山風花と申します。今日の生配信頑張るぞ、チェスト、よろしくお願いします。おお願いします。続いて、はい、明日の空のこと好き好きクラブの皆さん、はじめまして、百瀬吟子役の桜井ひなと申します。生放送初めてで緊張しておりますが、最後まで楽しい放送にできるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。そして、そして、はい、蓮の空のこと好き好きクラブの皆さん、はじめまして、安養寺姫役のクルスリンです。今日はしっかり私たちのことを知っていただけるように、そしてたくさんね、先輩方とお話ができるように頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。それでは新入生の3人も着席しましょう。はい、はい、ということでね、新入生の3人にはね、担当メンバーのこととかいろいろと聞きたいことは盛りだくさんなんだけど、はい、まずは3人はみんなからなんて呼ばれたいとかニックネームとかはありますか？私から聞く？はい、葉山風花のことはふーちゃんと呼んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ふーちゃん、ありがとうございます。私たちもね、ふーちゃんと呼んだんですけれども、ぜひ皆さんにもね、ふーちゃんってこう呼んでね、コメントしていただきたいので、もうね、ありがとうございます。それではまた改めていくよ、せーの、ふーちゃん。ちゃんは、はい、私、桜井ひなのことはひーちゃんと呼んでいただけると嬉しいです。ひなちゃん、ひーちゃんですね。はい、あ、じゃあ皆さんいけるかな。あ、ひーちゃんは、ひーちゃんですよ。あ、お、お、あ、みんなでいきます。はい、せーの、ひーちゃん。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。かわいい。じゃあ、クルスさん、クルスさん、何が言ったの？じゃあ、私はリンちゃんでお願いします。はい、じゃあ皆さん、はい、リンちゃんとコメントお願いしますね。かな、いくよ、せーの、リンちゃん。ありがとうございます。お願いします。りんちゃんですよ。パッセさん、ふーちゃん、ひーちゃん、りんちゃん、よろしくね。お願いします、ということで改めてふーちゃん、ひーちゃん、りんちゃんで皆さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。